年度末ですね。ようやく一段落したなという方もいらっしゃるでしょうし、まだまだ続いてるよ、終わるのはもうちょっと先だよという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、世の中的にはなんとなく一区切りな今日この頃かなと思います。ということで、今週も楽しくこの時間過ごしていきましょう。小室由利のやるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由利です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。この時期、4月から新しいいろいろなことに向けて準備している方も多いかなと思うんですけれども、私もですね、リファーラルマーケティングチーム BNI のこうチャプターに入ってて、4月から9月までちょっと重要な役職をお預かりしまして、その準備に今追われているというところですね。リーダーシップを発揮するって、もちろんこう背中を見せるとかもあると思うんですけど、今回いただいた役割っていうのが、皆さんの働きやすい環境、活動しやすい環境をバックヤードで整えていくっていう、こう小室由利的には前に出ることが多いけど、今回は一歩下がって土壌作りをしていく、そんなような役割をいただきまして、これを聞いてくださっているそこのあなた、4月に向けて新しい土壌作り、何を始めてますかね。ぜひ聞かせてください。それでは今週のコーナー紹介参ります。盛りだくさんですよ。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。先週に引き続き、ダンスラボグランツ代表の大村隆さん来ていただいております。毎月4週目は妊活一言サプリ、小田から鍼灸師市毛真也先生ご担当です。中高年男性必聴、マスターベーションが健康につながるという、そんなお話。さらに DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが好評です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による週末の占いサプリ、そろそろ満開の季節、テーマは桜です。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談を送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から、毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。なお、商品のご当選は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。お客様、今週のサプリなお客様、先週に引き続きこの素敵なゲストが来てくださっております。ダンスラボグランツ代表の大村隆さんです。大村さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。静岡県の沼津市でダンスラボグランツという社交ダンスのスタジオを経営しております。中央林間にあります、うん、ダンススペースジョイという場所を僕はこのモデルに作らせていただきました。大村さんから聞いたお話で、すごく
もうこれはぜひ深掘りしたいなと。ダンサーさん同士のパートナーを組んでいらっしゃる方ってほとんどがご夫婦関係にある、はい、僕のパートナーも、実際に奥さん、それが大体7割ぐらいですかね。で2割ぐらいが、うん、各々に、ご家庭を持っていたりとか全く別でビジネスで組まれているよっていう方、うん、お家も一緒、職場も一緒、帰っても一緒、はい、みたいな、はい、でこの中で揉めるのが喧嘩した時、はい、ダンサー同士ってどうやって解決してるんですか？踊っている最中の喧嘩と、うん、プライベートの喧嘩があるんですけど、あ、2種類あるんですね。はい、踊っている最中の喧嘩はもう一回踊りやめちゃいます。お互い冷静になって振り返ってみると、あのお互いこれが嫌だったよ、これが嫌だったよって言い合うように一応しています。うん、一回ちょろっと謝れば済むのに、うん、なんかすごいヒートアップしちゃうと、うん、なんかすごい喧嘩になってたりとかっていうことあると思うんですよね。まあそれをあのプライベートでも生かしたりとかしているつもりなんですけど、うん、まあ大抵あの僕が悪いことの方が多いので。社交ダンスの世界は、はい、女性上位の世界だっていうのも私すごいびっくりしたんですよ。違うんですよ、男性がリードするっていう考えがいけないんですよ。ん？男性はリードさせていただいているんです、うん、リードさせていただいている、うん、でないと、はい、男性の行動ってやっぱり若干どの年代になっても幼稚なんだなっていうのが、じゃあ僕の時どうかなって考えると、僕も似たり寄ったりな部分が若干あるので、うん、何にも言えなくなってくるんですよね。生徒さんにも自分のパートナーにも、はい、女性の世界観が気持ちよくなってくる瞬間みたいなものもあったりするんです。僕は結構女性のグループの中にいて苦ではないので、なんか女性のあの言っていることに同意をすごいすることができるので、うん、こういうことを言えてるのかもしれないですけど、また男性社会にずっと揉まれてる方たちとかなんかとはまたちょっと違うのかな、だから特殊なのかなとは勝手に思ってます、うん、じゃあこれからダンスを始めたいと言った時に、はいはい、こういう男性あるあるはなかなか困ってしまうんですよねっていう体験談とかあったりしますか？目立ちたがり屋すぎる男性、こうやって踊るんだよ、俺についてくれば踊れるから、ほらほらって、なんかセックスに似てません？あの男性ってちょっと語弊を堂々と言いますけど調子に乗ってダーって走り出す人多くないですか？はい、なんか暴走しちゃう人がいらっしゃいますよね。暴走、はい、いますよね、はい、であの人によってもあの楽しみ方も違うし、うん、感じ方も違うんだよっていう部分では、うん、ね、なんかそれこそ先週もお話ししましたけど、まあ、セックスとつながるのかな、まあ、オラオラ系男子ですね、うんうん、で、まあ、もう一曲って何かなっていうと、自分が踊ることに必死で、うん、相手の気持ちよさを考えずに動いてしまう。セックスに例えるとオナニーしてるってこと？はい、まあオナニーみたいな感じですよね。あのあのオナニーダンスです。オナニーダンス。なんかこう相手が気持ちよくなってもらって、うん、あので自分も気持ちよくなって、でなんかまあ海外だとね、あのセックスの後になんかこう討論をしたりとかってするように、なんか今のは良かったね、どうだったねと、これってなんかダンスでも言えるのかな、こう私の方に向いてくれてるなっていうのを、うん、あの感じれる踊りっていうのが長年続けてると、はい、これを小室さんにじゃあそれってどんな感じってすると、やっぱ踊ってもらわないと分かってもらえない。毎週FM ヤマトの毎週日曜日21時からやってるサンデーナイトドリーミンで、なんか大村さんが今後の夢を聞かれた時に、はい、小室の名前を出したそうですね。あの夢ですからね、小室ゆりさんと踊りたいっていう、はい、何故
いや、なんかそれで踊って例えてって心向いてない踊りって分かりますよね。あー分かる分かるって多分なると思うんです。それこそセックスでも、うん、心ここにあらずでしてしまうっていうのも中にはあるじゃないですか。ありますね、うん、それってじゃあお互い気持ちよくなるかって言ったら、うん、そうではないですよ。心が通じ合って体が通じ合っての部分があるじゃないですか。こうセックスの話も実際に体験してみて、はい、その肌と肌が触れ合って分かることって確かにある。それを1回じゃやっぱ分からない、はい、2回3回繰り返して、じゃあ3回から5回、5回から10回、お互い緊張してるじゃないですか。勝手な誤解もねしてるし、そういうのを一旦横に置けるのがまあ10回ぐらいなのかなって思ってたりするんですよね。ダンスも多分一緒だと思います。最初やっぱり気を使ってるので、うん、このリード気持ちよかったとか、うん、このリードどうだったって言われるとよかったって言っちゃうんですよ、気使ってるから。はい、あ、気持ちよかった女性が言っちゃうやつだ。そう、はい、だけど本音は違うんだよねっていうのはちょっとやっぱりありますよね。 あるそこじゃねえっていうのはある申し訳ないとか、一生懸命頑張ってくれてるっていう、その無駄な気遣いね、うん、そこがねはっきり言える関係になってからが多分本当の関係なんでしょうね。ダンスでもはっきりその辺は、うん、私こうって言わないとそのまんま踊るダンスに出ますよね。出ますね。それが客観的にやっぱり、あの社交ダンスはね、あのセックスと違って客観的に見てもらうっていうのも あるので、それがやっぱり旗から見てても、うん、あ、この人気持ちよくないだろうなとかっていうのは分かります。そうか、それはもう10歳の頃からこの社交ダンス界にいらっしゃるからこその感覚なんですね、はいはい、そうですね。じゃあこの人じゃあ必ず、いや、あのハッピーじゃないよって言い切れるかって言ったら、そんな顔、元からそういう顔だったのかもしれないですけどでもそうですね、なんかそういう風な部分ではセックスと似てるのかな、うんうんうん、さてそろそろ、はい、いいお時間になってまいりました、はい、今後大村さんがこの社交ダンスを通して伝えていきたいこと、はい、そしてリスナーさんへのコメントいただいてもよろしいでしょうか。はい、今日結構込み入った話をしていて、まあ男女のコミュニケーションだよっていう部分でセックスとつなげてみましたが、もっとフランクな形から始められるっていうのが社交ダンスだと思います。そこからまあセックスにつなげて、男女の気遣いっていうのにつなげていってもらえたらなと勝手に僕は思っています、はい、なのでぜひペアダンス始めてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。先週に引き続き今週のゲストはダンスラボグランズ代表の大村隆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。
USB プロファイラーの下り構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。今週は中高年の男性必聴、あれしてますか。それでは市毛先生よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ43回目の今日は男子に大切な内容を伝えたいと思います。まずはじめに妊活に関わらずですが、男性の皆さん週にどれぐらい抜いてますかって話です。いきなりですいません。でもね、これとっても大事な話なんですよ。男性には前立腺という臓器がありますよね。この前立腺がんになるリスクが50代からぐっと上がります。数字で言うと9人に1人と言われています。そしてなんと中年男性、40から64歳ぐらいまでの方が月に21回の射精をすると、この発がん率っていうのが半分に減るという結果が発表になったんですね。で、私もそうですが、中年男子は射精をしましょうとなるのですが、これね、男性にはテストステロンというホルモンがたくさんあるんですよね。で、そのホルモンは性欲とか、行動意欲っていうのが強くなるんですね。男性っぽくなるっていうことですね。で、そして男性にもエストロゲンといういわゆる女性ホルモンがあるんですが、40代以降になるとこのエストロゲンが減少するんです。いわゆる更年期というものですよね。男性にもあるんですよ。で、もちろん女性も同じで、40を過ぎるとエストロゲンが減少していきます。で、結果、女性の中のテストステロンっていうのが、増えるんじゃなくて、優位性が出るわけなんですよね。だから40代以降は、女性も性に対しての興味とか、ワードが増えたり男性っぽい発想が出たりするというのもあるわけですよね。テストステロンっていうのが優位になって、性欲が増したり、男性志向になったり、体ではですね、体毛が濃くなったり鼻とか耳とかの毛が増えたり、そういったことがあるんですよね。で、そしてですね、男女とも若年層のエストロゲンがたくさんある時というのは、性欲というよりはどちらかというとこう自分を輝かしたりとか、おしゃれをしたりとか、性よりも自分ごとに関心が強かったりとかするというふうに言われていますね。こういうふうに中年層と若年層っていうのでは体の変化っていうのが違うんですよね。だから妊活とか婚活においても男性は若い女性を相手にするとき、女性は中年層の男性を相手にするときにこの辺を意識しておいてもお互いの理解度っていうのが上がると思いますよね。知ることから始まる、これって大事なんですよね。はい、最後に男女とも言えることなんですが、喫煙、タバコというのは卵子や精子を傷つけて奇形のリスクが高まりますので、これ気をつけてくださいね。飲酒は、飲みすぎなければもう全然大丈夫ですので、あんまりこう細かいことを気にする必要はないかなと思います。はい、では今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。電話番号は 03-6281-8704
03-6281-8704。 メールは info@cocoa2021.com info@kokoa2021.com こちらでお待ちしてますね。私訪問しますよ。それではバイバイ。このマスターベーション問題って、場所のこととか時間のこととかも、その一つにパートナーの理解っていうのもあると思うんですね。いくら健康のためのマスターベーションとはいえ、パートナーにたまたまそのことが分かってしまって、その時に嫌な顔をされたら、それ以上なかなか積極的にやろうっていうお気持ちにもなりにくいのかな。なのでフェムケアと呼ばれるように、メンケアも同じくらい大切にしていきたいなと思いました。市毛先生、ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。子宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸、ココア鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ、DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。そろそろ満開の季節ですね。桜テーマです。それではセクシーにお花見しましょう。おひつじ座、桜って沖縄が一番早く咲くんだよね。水着もピンクにしておく。紐がほどけたら結んでくれるよね。おうし座、桜餅と私、どっちが柔らかいかなんて試さなくったってわかるでしょ。中身までおいしく召し上がれ。双子座、お花見の場所取りなんてほっときましょうよ。二人きりであったかい場所を行きたいな。ガニ座、お家でゆっくり花見酒しましょう。あなたととっくりゆっくりいただくわ。獅子座、スカイツリーの近くも桜がきれいみたいね。あなたと登ったらすぐに桜吹雪ね。乙女座、ソメイヨシノって実は江戸っ子って説が有力らしいのよ。明治に全国に広まったんだって。天秤座、夜桜見に連れて行ってくれるって、その時間に誘ってくれるっていうことはそういうことよね。サソリ座、桜ってバラ科なんですって。おとなしく見えていても夜は刺激的かもよ。トゲがあるか試してみる。いて座、桜前線に合わせてあなたとどこまでも旅に出たいわ。ランジェリーは多めに持っていくわね。ヤギ座、小田原城とか行ってみない？私のお堀で溺れないでね。水亀座、プロジェクションマッピングの桜も綺麗よね。
目が疲れちゃったから閉じるけど何にもしないわよね。魚座。桜に関する曲って200曲以上あるらしいわよ。今夜はあなたがセレナーで聞かせてくれるわよね。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。世界は苦難に満ちている、またそれを乗り越えることにも満ちている。アメリカの作家ヘレン・ケラーの名言です。恋を失った時って、そりゃあ世界中全部が苦難に見えますよね。でも時間が経てば、やがてそれも経験となって糧となって、乗り越える力に変わっていくものです。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた